CM もご覧いただきました。またスピード表示本日もやりますのでお楽しみにしていてください。ではまもなくですね第1レース発走を迎えます。関東門の内側の様子見ていきましょう。ご覧いただいておりますのが本日同県でラインを組んでいきます1番山崎大輝選手と番手3番の山本貴明選手ですね。さあこの1番3番という組み合わせが1番人気 3.1 倍のオッズになっていました。さあ初日も人気になっていました山崎選手、今日答えていきたいところです。あと組み合わせとして人気でしたのが7番の山川選手ですね。初日は長い距離主導権を握っていく競争となりました。しっかりと動けている初日という形でしたね。今日はどんなレースとなるでしょうか。こちらも同県服部選手を連れての、レースとなっていきます。それでは第1レースを実況でご覧ください。キャリンファンの皆様おはようございます。本日はアイカラーのご来場ご観戦誠にありがとうございます。ジャパンカップクロス HPCJC2 日目の平塚市アベマ湘南バンクです。今日は各クラスの準決勝とガールズは予選2が行われます。初日以上の熱いレースになることに間違いなく、その熱戦をどうぞ最終レースまでお楽しみください。競争は第1レース A 級一般競争です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番岡山山崎大輝、2番福島門馬拓馬、3番岡山山本貴明、4番北海道平沢秀信、5番熊本服部勝久、6番静岡山城光久、7番熊本山川翔太、以上のメンバーによる対戦です。今日は冷え込んだコンディションとなりました。日差しもなく上空は曇り空、気温は8度です。湿度は 60%、 風は北東の風 1.5 メートルと発表されました。風も冷たい北より、バンク内は3コーナーから1コーナーに向かっての風向きです。いや北東ですから、バック側からホーム側に向かっての風向きです。号砲になりました。第1レース A 級一般競争スタートです。真ん中から5番服部勝久が上がっていきます。さらに外から7番山川翔太、ここは熊本コンビ、1番車山崎大輝は3番手から、続いて2番門馬拓馬、3番山本貴明、4番平沢秀信、最後尾6番山城光久です。バックストレッチから3コーナー、7番熊本山川翔太が先頭、予選競争を抑え先行でした。同県熊本服部勝久マーク、7番5番熊本コンビ、3番手に1番岡山山崎大輝です。初日は4番手確保から2コーナーまくり打ったんですが、先行する吉武幸のかかりがよく、昨日は車が出ませんでした。山崎大輝、同県岡山、3番山本貴明マーク、1番3番は岡山勢、5番手から2番車福島門馬拓馬、初日は前受けから引いて6番手、そこから昨日は動けませんでした。昨日も連携した4番北海道平沢秀信マーク、2番4番北日本勢、北日本勢を追走は6番静岡の山城光久、2番4番6番、2周回目の第4コーナーです。7番山川翔太が先頭、熊本コンビ7番5番、3番手4番では岡山コンビ1番3番、2番車門馬拓馬動きます。合わせて3番手から上がるのは1番の山崎大輝、打掌周回1コーナー、岡山勢が上がったんですが、内から救って再び熊本コンビが前に出ました。2コーナー一旦離れた5番服部勝久、再び2番手7番5番熊本勢、ここでジャンで2番の門馬拓馬が先行体制、1番の山崎大輝は内を救って3番手あたりまで上がっていきます。4コーナーを回りました。2番車門馬拓馬が主導権を取っていきそうです。1番山崎大輝は3番手、外から抑える7番の山川翔太、今1コーナー、ここは1番山崎大輝が7番車山川翔太の並走となっています。2コーナー、ここは山崎大輝、7番車の山川翔太をどかしてバックから出ていきます。200を切る3コーナーです。
1番山崎大輝がまぐり打つ。ここは2番手に上がってる。これを牽制する4番平沢秀信。1番山崎大輝はちょっと止まったか。2番の門馬拓磨が先頭で粘っています。門馬拓磨逃げ切りました。そして5番の服部克久。1レース A 級一般競争、山崎大輝のまくりは不発。2番5番そして1番あたり、門馬拓磨先行逃げ切りです。平沢秀信が山崎大輝のまくりを止めていました。まだ確定ではありません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。ゴールの通過体制は2番5番1番あたりに見えましたが、まだ確定ではありません。1レース A 級一般競争、門馬拓磨主導権を握ってそのまま押し切りました。リプレイをご覧ください。このレースは第4コーナー付近の事象について審議となるようです。このレースは審議となるようです。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。スーパースローをご確認ください。まだ確定ではありません。審議となっています。第1レースの模様でした。ただいまから平塚競輪第1レースの審議 VTR を放映いたします。5番選手の最終周回、第2センター付近における6番選手に対する内側追い抜きについて審議しましたが、6番選手が外対線を外したため失格とはなりません。ジャパンカップクロス HPCJC 2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第2レースを迎えています。競争種目は A 級一般競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番熊本赤星俊光、2番栃木高田光弘、3番愛媛高山雄介、4番福岡島村拓海、5番北海道中里福太郎、6番広島細田純平、7番群馬柳井義和。以上のメンバーによる対戦です。少し薄日が差してまいりました。バックライです。気温は9度です。3分線です。高山雄介、島村拓海、中里福太郎、この3人が各ラインの先頭を走ります。発走いたします。発走準備整いました。斜め構えての号令です。体制完了。号砲になりました。第2レース A 級一般競争スタートです。ゆっくりとしたスタートから1番赤星俊光、外から4番島村拓海、ここは九州勢が前を取ります。続いて2番高田光弘、6番は細田純平、3番高山雄介、5番が中里福太郎、最後尾7番柳井義和です。バックストレッチ、4番福岡島村拓海誘導員に追いつきました。初日はジャンで切って難関勢を送り出して中段を狙ったんですが、山崎大輝に決められて昨日は中段を取れませんでした。島村拓海、1番熊本赤星俊光マーク、九州コンビ4番1番、3番手に5番北海道中里福太郎、昨日は6番手まくり不発でした。高山雄介の先行をまくれませんでした。中里福太郎、2日目の成績は現在3連勝中。ここも人気の中心、5番中里福太郎マーク、2番車ベテラン栃木高田光弘。復帰戦の昨日の初日まだ完調ではない感じでしたが、3連打率は高いベテラン高田光弘、
7番の柳井義和がその後ろ、アウトコースから動いた3番高山雄介。3番高山雄介が上がって、まずは5番中里福太郎を抑えました。昨日は抑え先行でした。昨日も対戦しているこの2人、高山雄介、中里福太郎。3番手で止まりました高山雄介、蓋をしています。今赤番を通過しました。先頭は4番島村匠、2番手1番赤星利光、九州コンビ4番1番。第2コーナーで動きました。3番高山雄介、6番の細田純平、中四国勢が上がって、4番島村匠引きました。さあ今度はジャンで仕掛けたのは5番中里福太郎です。中里福太郎が3番高山雄介を叩きました。2センターから第4コーナーです。一旦流す5番中里福太郎、後ろは2番の高田道史と3番で固める7番柳井義和、 400m を切ります。1コーナーです。ペースを上げていきます。5番中里福太郎懸命に食らいつく2番車高田光弘、2コーナーからバックストレッチ、1列棒状です。最終バック今 200m を切って、第3コーナー中里福太郎先頭です。食らいつく2番高田光弘、3番で7番柳井義和、4番で3番高山雄介、4コーナーを回りました。5番の中里福太郎が先頭です。中里福太郎粘っています。さあ粘って切ったかどうか、ゴール戦場は接戦となっています。2レース A 級一般競争、大外6番車細田純平がいい伸びを見せていました。そして7番柳井義和と5番中里福太郎、走路審判員は異常なしの白旗。それでは2レースリプレイをご覧ください。粘った中里福太郎だったんですが、大外から6番車細田純平がいいスピードで突っ込んできています。リプレイのゴール戦場をご覧ください。続いてスーパースローです。6番車細田純平がわずかに体勢有利な感じに見えますが、2着7番柳井義和か、5番の中里福太郎も粘っています。後ほどの決定放送まではお待ちください。2レースの模様でした。それでは第3レースが発走を迎えます。ここからは実況久保山義太郎さんでご覧ください。ジャパンカップクロス HPCJC 2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第3レースを迎えています。競争種目は A 級準決勝、距離はバンク4周1625m です。今日は寒の戻りとなりました。冷え込んだコンディション、気温は9度、湿度 60%、 風は北東の風 1.5m のバンクコンディションです。バック側からホーム側に向かっての風向きです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番福島前川大輔、2番愛媛上田学、3番千葉栗本直宗、4番高知谷口浩二、5番地元神奈川伊豆田博人、6番宮城鎌田聡、7番香川木村博則。以上のメンバーによる対戦です。決勝第1組です。3分戦の第3です。1枠の3人です。本命に押されたのは前川大輔、上田学は木村博之マークの競争、栗本直宗今日ラインの先頭を走ります。発走準備完了の7名前傾戦に移ります。発送いたします。体制完了です。号砲になりました。第3レース A 級準決勝スタートです。スタート争いとなっています。ここは1番前川大輔が前を取ったようです。続いて2番上田学、7番が木村博之、4番谷口浩二、3番栗本直宗、6番が鎌田聡、5番伊豆田博人最後尾。バックストレッチから3コーナー、前を取った1番福島前川大輔、昨日は橋本瑠衣の出足を止めようと動きをマークしていましたが、ちょっとスピードが合いませんでした。前川大輔、後ろに6番宮城の鎌田聡が行きました。1番6番、ここは東北勢です。3番手から7番香川木村博之、
初日は前の波をかぶってなかなか仕掛けれませんでしたが、1コーナーで行きました。動いた瞬間、荒井亮太郎の仕掛けにはまった感じでした。木村博之、後ろは2番車愛媛の実力者上田学です。7番2番、そして4番高知谷口浩二がこの四国ラインの3番手、7番2番4番、3番地は栗本直宗、6番手から。初日は渡辺正也の先行にマークしての競争でした。今日は自力でやります。後ろは5番下地元の伊豆田博人、3番5番難関ラインです。難関勢上がりました。3番栗本直宗、5番伊豆田博人、外から押し上げて打賞周回1コーナー、1番前川大輔は引きました。前川大輔3番手に下がって7番木村博之現在5番手、2コーナーからバックストレッチ、栗本直宗先行体制流しています。今ジャンが鳴ったところ、ジャンが鳴ったところで7番木村博之動こうとしましたが、再び5番手に下がりました。第4コーナー待っています。栗本直宗がまだ同型を警戒しながら、ここで1番車前川大輔に入りました。前川大輔のダッシュに6番鎌田聡切れました。番手にはまったのは難関勢2番手3番手、1番前川大輔先頭、2番手3番栗本直宗、3番手5番の伊豆田博人、今度は2番の上田学が自ら仕掛ける、上田学が自ら3番手まで追い上げる。第4コーナー待った。1番前川大輔いやいや足風呂に鈍ってきた、かわしていく3番栗本直宗、さあ栗本直宗が今セットゴールです。第3レース A 級準決勝、前川大輔の番手に余った栗本直宗、外から伸びてきた2番の上田学、3番2番5番あたりの号の通過体制、走路審判異常なしです。リプレイをご覧ください。栗本直宗が直線伸びていきます。外から来た2番の上田学、自ら仕掛けていきました。3番2番5番の伊豆田博と3着あたりでしょうか。決定放送までお待ちください。3レースの模様でした。それではお待たせいたしました、第4レース、ここからは実況久保山芳太郎さんでご覧ください。ジャパンカップクロス HPCJC 2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第4レースを迎えています。競争種目は A 級準決勝第2組、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番静岡渡辺雅也、2番大分小岩哲也、3番山梨荒井亮太郎、4番栃木福田拓也、5番岡山片山智春、6番群馬横田正直、7番地元ホームバンク長田裕也、以上のメンバーによる対戦です。この4レースも3分戦となります。勢は渡辺正也にホームの長田裕也マークです。小岩哲也も自力を持っています。1番車渡辺正也、状態を起こしました。小柄ですが非常にパンチ力のある選手。そしてホームの長田裕也、今日は渡辺正也マークです。発送いたします。亀手の号令かかりました。体制完了、号砲になりました。第4レース A 級準決勝スタートです。まず上がったのは3番荒井亮太郎です。続いて6番横田正直、上皇勢1番車渡辺正也3番手から、続いて4番福田拓也、5番が片山智春、2番小岩哲也、最後尾7番長田裕也です。バックストレッチです。上皇勢前に6番群馬横田正直入りました。予選競争足音を溜めて溜めて3コーナーあたりから一気に踏み込んでいきました。横田正直1着です。
3番新井亮太郎がマーク。この上皇勢に3番手4番栃木福田拓也が加わって関東ラインを形成。6番3番4番2周回目に入っています。4番手1番静岡の渡辺雅也。昨日特選競争を再選考でした渡辺雅也。マークは今日は長田優也です。昨日はこのライン渡辺雅也のライン3番手でしたが今日は番手です。長田優也1番7番南関勢。2番大分小岩哲也は現在6番手から。予選競争3番手バックからショートまくりでした。マークは5番車岡山の片山智春2番5番です。ここは西勢2周回目の4コーナーを待っています。ここで動いた2番の小岩哲也に5番車片山智春2番5番赤番通過です。1コーナー一旦切りました。小岩哲也1番渡辺雅也がすぐに3番手に上がって6番の横田正直を抑えて2コーナーからバックストレッチ。3番手は並走です。横田正直を引かず今ジャンが鳴ったところ、渡辺雅也まだ仕掛けません。3番手外並走2センターかぶせています。2番車小岩哲也がスペースダウンです。スローペースに落とした2番の小岩哲也。1番渡辺雅也まだ3番手で並走のまま仕掛けず残り1周400を切る手前から行きました。南関勢渡辺雅也7番車の長田優也これで3番手に飛びつく2番の小岩哲也です。6番横田正直5番手から2コーナーまくり離す。そして合わせて2番の小岩哲也も3番手まくりも打ちます。2番手に上がりました。これを牽制する7番の長田優也2センター。1番渡辺正也がペースをぐんと上げました。第4コーナーもありました。渡辺正也先頭で帰ってきました。渡辺正也踏み直しています。今先頭ゴールです。1番7番1番7番2番あたり南関勢ワンツーです。うまく逃げました渡辺雅也。小岩哲也もまくりへ仕掛けたんですが2番手で止まりました。走路審判は異常なしです。リプレイをご覧ください。渡辺雅也後ろで7番の長田優也ガードしながらの2着入線。続いてスーパースローです。1番7番そして2番小岩哲也後ほどの決定要素までは待ちください。4レースの模様でした。では第5レースを実況でご覧ください。ジャパンカップクロス HPCJC2 日目のアベマ湘南バックです。 HPCJC とはトラック競技強化指定選手のトレーニングセンターとしてオリンピックでメダル獲得を目指しアスリートを強化育成する組織です。平塚競輪場は HPCJC を支援しています。競争は第5レース A 級準決勝最終組です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番東京山本慶太郎2番大分池部壮太3番地元神奈川斉藤照彦4番栃木橋本塁5番埼玉伊藤明6番静岡吉武直樹7番福岡梶山裕次郎以上のメンバーによる対戦です。橋本塁登場です。今日は4番車初日の勝ちで7連勝です。ここまでの決まり手の内訳は先行が4まくりが3です。橋本塁です。発送いたします。集中力を高めています。構えての号令かかりました。最後に橋本塁ハンドルを握って体勢完了。号砲になりました。第5レース A 級準決勝最終組スタートです。1番山本慶太郎が上がっていきました。斉藤照彦が2番手から続いて2番池部壮太上昇。池部壮太が勢いよく前を取りに行ったんですがここは譲れません。1番山本慶太郎6番手は吉武直樹7番梶山裕次郎
5番が伊藤明、1番後ろから4番橋本類です。第3コーナーです。1番山本圭太郎が前を取って関東の2人を待っています。伊藤明、そして橋本類が上がります。前攻め関東ライン、昨日も橋本類をマークした伊藤明、今日も橋本類マークの競争、その橋本類前に入ります。協力メンバーの初日特選競争も圧巻のスピードで難なくクリアしました橋本類です。4番5番1番6番吉武直樹は4番手から、予選競争はよくかかりのいい先行を見せました吉武直樹。マークは3番地元斉藤照彦、昨日はこの2人ワンツーを決めています。2番車池部壮太が6番手から、予選競争はペースがけの先行、後ろは7番車福岡梶山裕次郎、2番7番九州勢、九州の2人が上がっていきます。まずは上がっていく九州勢、4番橋本類を抑えに行きます。赤番通過1コーナーです。九州勢を抑えた橋本類引きます。今度は難関勢が上がって2コーナー、吉武直樹が勢いよく踏み込んでいきます。向こう正面今ジャンが鳴ったところ、吉武直樹が先行体制に持ち込みました。6番3番難関勢、そして九州勢が3番手4番手2番7番4番手橋本類は現在5番手を追走中、残り1周を切りました。スパートする6番吉武直樹、一気に踏み込んでトップスピードに入れました。2コーナー難関勢が行きます。4番車橋本類まだ5番手の展開、2コーナーからバックストレス、さあ攻勢に転じる4番橋本類、そのダッシュに5番の伊藤明切れました。一気に踏み込んで一気に後続を引き離した4番橋本類、完全に後ろをぶっちぎりました4番橋本類、驚異のスピード、これで2連勝です。通算8連勝となります4番橋本類。第5レース A 級準決勝、あっという間に後続を引き離していきました4番橋本類です。4番7番6番がタリーの号の通過体制、走路審判員は異常なし。リプレイをご覧ください。素晴らしいダッシュ力を見せました4番橋本類です。今日もちぎって先頭ゴール、リプレイスーパースローをご覧ください。4番橋本類8連勝、そして2着争い7番車梶山裕次郎です。4番7番6番後ほどの決定放送まではお待ちください。5レースの模様でした。それでは第6レース実況でご覧ください。ジャパンカップクロス HPCJC 2日目のアベマ湘南バンクです。今日は風のあるコンディションです。現在は風速 1.5メートル、バック側からホーム側に向かっての風向きです。気温9度のコンディションです。競争は第6レース、ガールズ予選競争2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番埼玉藤田マリア、2番群馬神沢明奈、3番奈良島田由里、4番青森加藤恵、5番愛知田中千尋、6番静岡吉村さやか、7番東京鈴木彩香、以上のメンバーによる対戦です。先頭誘導員は植木勝弘選手が務めます。圧倒的な支持を集めました6番車吉村さやか、初日を長い距離を踏み切っています吉村さやかです。初日は高木真由美に食らいついてきました藤田マリア、このレース対抗格です。発走準備整いました7名です。発走いたします。先頭員植木勝弘選手、今3コーナーからスタートしています。
構え手の号令かかりました。体制は完了です。6レース間もなくのスタート。号砲になりました。第6レースガールズ予選2がスタートです。ここは5番田中千尋が上がっていきました。続いて7番鈴木彩香、4番加藤めぐみ、6番は吉村さやか、1番藤田マリア、3番島田ゆり、最後尾2番神沢明です。2コーナーからバックストレッチ誘導員に追いつきました。5番車愛知田中千尋です。2番手から7番鈴木彩香、昨日は高木真紀美の後ろを取り切れませんでした。4番車加藤めぐみ3番手にいて、2番神沢明が4番手の外、インコース6番吉村さやか、本命吉村さやか。初日はうまくスピードを乗せたかまし先行でした。長い距離を踏み切っています。6番の吉村さやか、2番の神沢明が車をさらに上げて、ここは3番手に入って1車引いて4番加藤めぐみ、6番の吉村さやかは5番手、続いて1番車藤田マリア。昨日は高木真紀美に食らいついての2着、今日は吉村さやかの後ろにいます藤田マリア。3番の島田ゆりが最後尾、初日は吉村さやかのかましに食らいついていったんですが、最後直線伸びを欠いてしまいました。3番島田ゆりです。2周回目の第4コーナーを待っています。5番田中千尋先頭、2番手7番鈴木彩香、2番神沢明が3番手、4番加藤めぐみ4番手にいて、本命6番吉村さやかは現在5番手、今赤番を通過したところ。吉村さやか今日はどこから仕掛けるのか、後ろは1番の藤田マリアです。3番島田ゆり最後尾、加藤めぐみ車間を切りながら盛んに6番の吉村さやかの動きを気にしています。今ジャンが鳴ったところです。5番田中千尋が先頭です。そのまま押し出されていくのか。吉村さやかはまだ動かず、4コーナー手前からスパートします。吉村さやかのスパートに4番加藤めぐみも合わせて上昇です。今400を切ったところ、6番車吉村さやか、さあ先頭に立った、追走は1番の藤田マリアです。4番車加藤めぐみ3番手に飛びついて、4番手3番島田里、最終バック 200m を切りました。先頭は吉村さやかです。食らいつく1番藤田マリア、4番加藤めぐみ進路を外に取って4コーナーを回りました。6番吉村さやか先頭だ、藤田マリアがかわしてゴールインです。1番4番です。第6レースガールズ予選競争の2、今日は吉村さやか最後ちょっと足色鈍ってしまいました。1番4番6番のゴールの通過体制、走路審判員は異常なしです。6レース、それではリプレイをご覧ください。吉村さやかをぴったりマークしていた藤田マリア抜き去っています。リプレイゴール線上をご覧ください。そして3番手にいた4番加藤めぐみを伸びて2着入線、スーパースローです。1番4番6番です。後ほどの決定放送まではお待ちください。6レースの模様でした。それではお待たせいたしました。第7レースガールズ予選の2、実況でご覧ください。ジャパンカップクロス HPCJC 2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第7レースを迎えています。競争種目はガールズ予選競争2です。距離はバンク4周1625m です。気温と風速は6レースから変わっておりません。気温9度、風は北東の風 1.5m、 バック側からホーム側に向かっての風向きです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番北海道伊藤のぞみ、2番東京高木真紀美、3番千葉美濃田麻里、4番茨城荒川光、5番大阪向井まどか、6番愛知猪子まみ、7番新潟加瀬かな子、
以上のメンバーによる対戦です。高木真備登場です。今日は黒の2番車。注目された女王の復帰戦はジャンスギ4コーナーからのスパートでした。しっかりと押し切ったレースでした。本人もそしてファンもほっとしたレースでした。その高木真備状態を起こします。もちろんこのレースも人気の中心です。先頭委員は渡辺秀明選手が務めます。先頭員渡辺秀明選手2センターを回っています。構えての号令かかりました。体勢は完了。日差しが戻ってきました。バンク内です。号砲になりました。第7レースガールズ予選2がスタートです。ここは7番加瀬加奈子が行くのか、6番の猪子真美も上がって、さらに内から3番美濃だまりです。ここは猪子真美が前を取っていくようです。2番手から7番加瀬加奈子、3番手3番美濃だまり、4番荒川光がいて、2番高木真備は5番手から、続いて1番伊藤のぞみ、最後尾5番向井まどかです。1周回目の3コーナーです。先頭は6番愛知の猪子真美です。誘導に追いつきました。2センター7番新潟加瀬加奈子は2番手から、昨日は先行体制を吉村沙耶香にかまされてしまったレース。加瀬加奈子3番手に3番千葉美濃だまり、4ヶ月ぶりの復帰戦も昨日はうまくコースをついて3着に入りました。美濃だまり1番後ろから動きを見せたのは5番大阪向井まどかです。2周回目の1コーナーです。向井まどかが高木真備の横まで行って、高木真備は6番手に引きます。6番手に引いた2番高木真備、その後ろが1番北海道伊藤のぞみです。バックストレッチから3コーナーです。注目の2番高木真備は6番手です。細部にわたるスキルを身につけて、ガールズナンバーワンの誇りを胸に戦っていく2番車高木真備。まだ動きはありません。赤番を通過します。7選手赤番確認しました。先頭は6番の猪子真備、2番手7番加瀬加奈子、今日は行くのかどうか、3番手3番美濃だまり、続いて4番荒川光、昨日はさすがのレース運びでした。荒川光現在4番手、5番向井まどかがいて、高木真備6番手、その後ろが1番伊藤のぞみです。バックストレッチで今鐘が鳴ったところ、さあ前の行く選手が2番高木真備を盛んに警戒しながらウィンコースをついて、さらに今度は外に行って2番に高木真備が先頭に立っていきます。1番伊藤のぞみがいやいや離れ気味に2番手で追いかける。今400を切る1コーナーです。3番手7番の加瀬加奈子です。4番手4番荒川光、ばらけた展開で2コーナー、2番車高木真備の先頭、3番手から7番の加瀬加奈子がまくりを仕掛ける。今200を切る3コーナー、2番車高木真備合わせる7番の加瀬加奈子、現在2番手インコース1番伊藤のぞみ、4コーナーを回りました。高木真備が先頭です。踏み直しています。高木真備今先頭ゴールです。そして7番の加瀬加奈子、2番7番です。7レースガールズ予選競争の2、高木真備しっかりとペースを掴んで押し切りました。加瀬加奈子も見せ場を作りました。3番手から仕掛けて2着入線、走路審判員は異常なしの白旗です。2番7番です。高木真備これで2連勝。加瀬加奈子が突っ込んで2着入線、スーパースローです。伊藤のぞみもよく頑張りました。荒川光よりも先着しています。伊藤のぞみ3着入線です。後ほどの決定放送まではお待ちください。7レースの模様でした。それでは第8レース、ここからは実況でご覧ください。ジャパンカップクロス
HPCJC2 日目のアベマ湘南バンクです。競争は第8レースを迎えています。競争種目は S 級一般競争、距離はバンク5周2025メートルです。番組は後半戦 S 級戦と変わります。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番長野上原龍、2番徳島小川圭一、3番大分安藤博隆、4番長崎平尾和明、5番茨城関隆之、6番静岡柴田隆二、以上のメンバーによる対戦です。8レースは6社立てとなっています。2分戦となりました。上原龍と平尾和明がラインの先頭です。4番車は長崎の積極タイプ平尾和明です。徹底先行。対抗する上原龍です。昨日はまくり発でした。発送いたします。発送整いました。6名構えての号令かかりました。体制完了。号砲になりました。第8レース S 級一般競争スタートです。1番上原龍、3番安藤博隆、スタート争いとなりましたが、インコースを利用して上原龍前を取りました。下がって3番安藤博隆、2番小川圭一、5番が関隆之、4番平尾和明、最後尾6番柴田隆二です。第3コーナーです。1番長野上原龍前を取りました。初日の予選競争、出足鋭くホームから行ったんですが、青野正弘の先行もかかっていました。昨日はまくり発でした。上原龍、その2番手に5番の茨城関隆之です。1番5番関東勢、関東勢の後ろ3番手に静岡の6番柴田隆二が入りました。1番5番6番、2周回目の2コーナー、4番手に4番長崎の平尾和明。予選競争はジャンで動いて先制しましたが、かましてきたまぐれ圭一郎ともがき合いとなってしまったレースでした。平尾和明、見せ場は十分のレースでした。マークは3番大分安藤博隆、4番3番は紀州勢、この紀州勢に2番徳島のベテラン小川圭一がつけます。ここは4番3番2番西勢です。今青番標識を通過しました。第3周回の1コーナーです。先頭は1番長野の上原龍、オールランダー関隆之マークです。柴田隆二3番手、1番5番6番、ここは東勢、そして西勢が後ろ攻め、4番平尾和明が徹底先行タイプ、安藤博隆マークして2番小川圭一、4番3番2番、3周回目の4コーナーを待って平尾和明が動きました。西勢が上がっていきます。上原龍どうするか。赤番通過1コーナー、上原龍引きました。4番手に下げて1センター、平尾和明先行体制、2コーナーからバックストレッチ、平尾和明がペースを落として上原龍を警戒しながら、今ジャンが鳴ったところ、残り1周半にセンター、平尾和明が主導権を取っていきます。まだ後ろを見ています。まだ警戒している。4コーナー待って、さあ前を向きました。さあスイッチを入れた4番平尾和明です。残り1周を切りました。1コーナーマーク3番の安藤博隆、3番手2番小川圭司、2コーナーからバックストレッチに向かいます。上原龍まだ行かず、4番手200を切る3コーナーから仕掛けた1番の上原龍です。上原龍が2番手に上がる、これを牽制する3番安藤博隆、何度も牽制して上原龍の突進を止めていますが、4番車平尾が粘るも抜け出した3番車安藤博隆、外から1番の上原龍。8レース S 級一般競争、平尾和明の先行を生かした安藤博隆、上原龍を止めながら直線一気、3番1番4番が足りに見えましたが、走路審判は異常なしの白旗。リプレイをご覧ください。上原龍の突進を止めながら3番安藤博隆抜け出しています。
スーパースローをご覧ください。3番1番です。そして粘った4番平尾和明。後ほどの決定放送まではお待ちください。8レースの模様でした。ではお待たせいたしました。第9レース実況でご覧ください。上空の厚い雲もだいぶ取れてまいりました。青空が広がってきています。日差しが差し込んでいます。バンク内です。ジャパンカップクロス HPCJC2 日目のアベマ湘南バンクです。競争は第9レースを迎えています。競争種目は SQ 一般競争。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番岡山工藤文彦、2番福島真船圭一郎、3番群馬三好圭一郎、4番埼玉大沢武弘、5番岩手後藤優、6番岡山児玉拓磨、7番千葉立川和成。以上のメンバーによる対戦です。3分戦です。 SQ 一般競争内枠の3人です。真船圭一郎は今日は後藤優マークの競争、自在戦が三好圭一郎、工藤文彦は児玉拓磨マークの競争となります。発走準備整いました。7名です。体制完了しました。号砲になりました。第9レース SQ 一般競争スタートです。2番真船圭一郎が行きましたが、内から1番工藤文彦が上がっていきました。大沢武弘も上昇しましたが、ここは工藤文彦前を取った形で2コーナー、ここから6番児玉拓磨上昇です。7番は立川和成、2日目から補充で入りました。5番後藤優馬動いて第3コーナー、前段は岡山勢となりました。児玉拓磨工藤文彦の前に入りました。初日は牧田秀彦に合わされてしまったかましファスでした。児玉拓磨同県岡山工藤文彦マーク、6番1番岡山コンビ、3番手から5番岩田の後藤優、予選競争染谷幸喜を向こうに回し果敢に先行勝負を挑みました。後藤優マークは2番車福島真船圭一郎、昨日はかましてきた平尾和明とのもがき合いを制しましたが、最後は力尽きました。真船圭一郎今日は後藤優マークです。5番2番ここは東北勢、東北勢を追走は7番千葉の立川和成です。5番2番7番です。3番群馬三好圭一郎は6番手、多彩な攻撃を駆使していく三好圭一郎、初日はバックマークリファスでした。三好圭一郎には4番埼玉大沢武弘マーク、3番4番は関東ライン。第3周回の1コーナーです。先頭が6番岡山の児玉拓磨です。工藤文彦が2番手、現在200勝にあと1勝工藤文彦、いざとなれば自ら出ていく幕り足も兼備しています。工藤文彦岡山コンビ6番1番です。1番長いラインが3番手からの5番後藤優、2番真船圭一郎、7番立川和成です。先に動いたのは関東勢、3番三好圭一郎と4番大沢武弘、3番4番関東2社がまず上がって、今打掌周回の1コーナー、前を切りました関東ライン。ここで5番の後藤優が3番手に上がって、さらに車を上げていきます。3番の三好圭一郎が一旦踏み込むも引きました。中段確保は関東勢、これで6番児玉拓磨が6番手です。2センタージャンが鳴っています。第4コーナーを回ります。後藤優が今日も主導権を取っていきますか。アウトコースからかますのは6番の児玉拓磨、岡山コンビがいきます。2番車の真船圭一郎、これは6番車の児玉拓磨をブロックします。2コーナーもう一度ブロック、ブロックを受けた岡山勢交代です。
逃げる5番車後藤優、番手2番車のマグネ圭一郎、今度は3番の三好圭一郎が仕掛けた、合わせて出ていく2番のマグネ圭一郎、3番三好圭一郎の外振りながら2番マグネ圭一郎、4コーナーを回りました。先頭は2番のマグネ圭一郎、そして迫る3番車の三好圭一郎、2番3番です。第9レース SQ 一般競争、後藤優の番手からしっかりと仕事をしながら直線伸びていきました。マグネ圭一郎ブロックを受けながらもこらえた三好圭一郎が2着入線、2番3番ソウル審判員は異常なしの白旗。キューレスリプレイをご覧ください。三好圭一郎のマグネに合わせて2番マグネ圭一郎が番手から出ていきました。こらえた三好圭一郎、2番3番3着どうか。スーパースローをご覧ください。1番工藤文彦が外から伸びていくような感じ、2番3番1番あたりのゴールの通過体制、後ほどの決定放送まではお待ちください。9レースの模様でした。ジャパンカップクロス HPCJC2 日目のアベマ湘南バンクです。競争は第10レースを迎えています。競争種目は S 級準決勝の第1組、距離はバンク5周2025メートルです。気温が9度、湿度が 65%、 風は北東の風 1.5 メートルのコンディション、バック側からホーム側に向かっての風向きとなっています。バンク内は横風です。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番地元神奈川松谷秀幸、2番栃木神山雄一郎、3番熊本塚本大輝、4番東京高橋貴月、5番地元神奈川青野正弘、6番広島西岡拓郎、7番地元ホームバンクです武田健介、以上のメンバーによる対戦です。ラインが2つになるようです。高橋貴月と青野正弘がラインの先頭です。そしてこの下松谷秀幸、青野正弘マークの競争本命に押されました。闘争心旺盛のファイターです。高橋貴月と青野正弘、高橋は日大の自転車部出身、青野正弘は法政大学自転車部出身です。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第10レース S 級準決勝スタートです。まずは松谷秀樹、前を取っていきます。続いて4番高橋貴月、2番上山雄一郎、外に5番車青野正弘、3番塚本大輝、6番西岡拓郎、最後尾から7番武田健介です。2コーナーからバックストレッチ、前を取った1番松谷秀幸が青野正弘を迎え入れます。前に入りました青野正弘、予選は強靭の素足の先行を逃げ切り、自慢の持ち味を一貫なく発揮したレースでした。マーク1番の松谷秀幸、初日は3番手を固める競争、今日は番手です。そして地元トリオ3番手がホームの7番車武田健介、昨日は同期の牧田秀彦の先行を生かしての1着、地元トリオ5番1番7番2周回目の1センター、3番熊本塚本大輝は短期です。初日は平尾和明前からいいさばきを見せました塚本大輝、今日は短期でどうしますか。続いて6番車広島西岡拓郎も短期です。5番手6番西岡拓郎、そして6番手4番高橋貴月、初日は見事な短期まくりを決めました。いよいよ本格化してきた高橋貴月、後ろは2番車栃木の神山一郎です。高橋貴月とは昨年の12月の小田原で連携、その時は高橋の先行を生かして神山一郎1着を取っていました。4番2番関東ラインが候補待機です。青番を通過、第3周回の2コーナーです。5番青野正弘先頭です。松谷秀幸と武田健介、
地元鳥居は3人、5番、1番、7番。短期の2人が塚本大輝と西岡拓郎3番、6番。高橋喜月が現在6番手です。さあここで青野正弘、車間を切りました。高橋喜月が動くのか、動いていきます。今赤番を通過したところ、高橋喜月が地元勢を抑えに行くも、ここは青野正弘突っ張りました。突っ張って一旦ハイペースに持ち込んで、ここで流します。バックストレッチ。6番手に下がった4番高橋喜月です。今ジャンが鳴りました。先制は5番車青野正弘、そのまま逃げていく体勢です。素足には自信を持っています。5番の青野正弘。高橋喜月はまだ6番手で構えている。今400を切りました。さあ加速していく青野正弘。番手は1番松田にでいく。3番手7番の武田健介、地元トリオでいく。最終バック4番車、ここは高橋喜月6番手から仕掛ける。合わせて出るのは6番西岡拓郎。西岡拓郎が合わせて出るも、4番車の高橋喜月現在5手落車があった。外から突っ込むか高橋喜月ですが、番手から1番の松田にリーが伸びた。4コーナーで落車がありました。6番西岡拓郎です。10レース SQ 準決勝、松谷秀幸が抜け出して外から突っ込んできたのは4番高橋喜月。1番4番3番あたり 見えましたが、このレースは落車がありました。6番西岡拓郎選手棄権しています。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。松谷秀幸、青野正弘の先行を生かしての1着ゴール。高橋喜月もここからまくり上げての2着に届いているような感じでした。まだ確定ではありません。このレースは第3コーナー付近の事象について審議となったようです。お手持ちの投票権は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。リプレイをご覧ください。高橋喜月もまくっていきましたが、ここは西岡拓郎とちょっと合ってしまったような感じでした。スーパースローをご覧ください。1番松谷秀幸、4番高橋喜月がわずかに体勢有利。後ほどの決定放送まではお待ちください。10レースの模様でした。ただいまから平塚競輪第10レースの審議 VTR を放映いたします。最終周回第2センター付近における6番選手の落車は、1番選手の違反性のない外側への動きに影響を受けた、7番選手の違反性のない外側への動きにより接触し発生したものであり、失格とはなりません。ジャパンカップクロス HPCJC 2日目のアベマ湘南バンクです。上空はだいぶ厚い雲に覆われてきました。風向きはこの時間北東から北寄りに変わりました。風速は 1.5 メートル、3コーナーから1コーナーに向かっての風向きです。競争は第11レース SQ 準決勝第2組です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番青森新山恭平、2番愛媛橋本剛、3番地元神奈川白戸淳太郎、4番東京柴田陽介、5番山梨志村大河、6番徳島伊藤雅彦、7番千葉染谷幸喜。以上のメンバーによる対戦です。人気の中心は1番車の新山恭平です。新山恭平です。この人のルーティーン、初日は突っ張り先行でした。発送いたします。対抗するのはこの人、千葉の徹底先行染谷幸喜です。構
構え手の号令かかりました。体制完了。号砲になりました。第11レース S 級準決勝スタートです。新山恭平が上がってまずはスタートを取っていきます。続いて2番橋本剛、3番白戸純太郎、5番が志村大河、6番伊藤正彦、7番染谷幸喜、一番後ろから上がる4番柴田陽介、バックストレッチです。先頭は1番青森新山恭平。初日は上昇を町田大河に合わせて突っ張り切る先行でした。後ろには今日は5番山梨と志村大河がマークしていきます。予選は染谷幸喜マークの1着でした。今日は新山恭平マーク、3番手に4番東京柴田陽介。予選は三好圭一郎の幕に乗っての2着でした。2周回目の1コーナー、1番5番4番です。2番愛媛橋本剛が4番手。初日は松田大がマークでしたが、今日目標なくどうしますか。2番橋本剛、前を任せた6番徳島伊藤正彦、四国コンビが2番6番、7番千葉の染谷幸喜は6番手です。予選競争は後藤優の先行にまくりに回されましたが、まくり切っての2着バックは取っています。3番白戸純太郎マーク、7番3番ここは難関勢。今青番標識を通過、第3周回の1コーナーです。1番新山恭平が先頭です。染谷幸喜とは昨年の小田原で対戦して、その時はジャンでかまして一気に染谷幸喜を叩いたレースでした。新山恭平、志村大河2番手、3番手4番柴田陽介、ここから動いたのは難関勢、7番染谷幸喜と白戸純太郎、7番3番難関勢2社が上がります。新山恭平が染谷幸喜を見ています。今赤番を通過しまして、今日は突っ張らず引きました。新山恭平、難関勢に乗り換える2番橋本剛と6番伊藤正彦、四国勢3番手4番手、5番手に引いた1番新山恭平です。バックストレッチジャンが鳴りました。染谷幸喜先行体制、2センターです。新山恭平は5番手です。第4コーナーもありました。染谷幸喜、今日は持ち味の先行勝負で400を切っての1コーナーです。加速する7番染谷幸喜、番手3番の白戸純太郎、2コーナー手前から行った新山恭平です。新山恭平のアタックです。一気に持ち味をかけて新山恭平、5番車の島田を連れて4番柴田陽介切れました。4コーナーもありました。新山恭平先頭、そして5番の志村大河が食い下がって1番5番、1番5番、そして2番あたり。11レース S 級準決勝、今日はまくり勝ち新山恭平。志村大河が食らいついての2着入線、走路審判員は異常なしです。リプレイをご覧ください。2コーナー手前あたりから行きました新山恭平です。まくって人気に応えた1番5番、この両者。スーパースローをご覧ください。3着2番橋本剛が入っているようです。後ほどの決定放送まではお待ちください。11レースの模様でした。では12レースを実況でご覧ください。は最終レースまでのご観戦誠にありがとうございます。ジャパンカップクロス HPCJC 2日目の番組は最終レースを迎えました。アベマ湘南バンクです。競争種目は第12レース S 級準決勝最終組です。距離はバンク5周 2025m です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番熊本郷志正臣、2番千葉鈴木博士、3番青森小橋秀幸、4番千葉牧田秀彦、5番福岡小川雄介、6番福島佐々木健二、7番広島町田大河。以上のメンバーによる対戦です。
3分戦となります。12レースの準決勝、町田大河が登場です。町田大河、将来性豊かな広島の成長株です。初日は持ち味出し切れませんでした。状態を起こしました。鈴木博士は今日は牧田秀彦マークの競争、いつも通りスタートの表情微動だにしません。鈴木博士、発走準備整いました。斜め構えての号令かかりました。体制完了、号砲になりました。第12レース SQ 準決勝スタートです。まずは7番町田大河が行きました。続いて1番郷新正臣、2番鈴木博士、5番が小川雄介、3番小橋秀幸、6番佐々木健二、最後尾から4番牧田秀彦です。2コーナーからバックストレッチ、前を取りました7番広島町田大河。初日の対新山恭平戦では新山恭平にレースをさせてもらえませんでした。昨日は不完全燃焼です。初日を反省を生かしていきたいところ。今日のマークは5番福岡小川雄介です。トーチ F1 は現在7場所連続決勝進出中、平塚を非常に得意としています小川雄介、今日は絶好の目標を得ました。1番熊本郷志正臣がこのラインの3番手、7番5番1番、4番千葉の牧田秀彦が4番手に入りました。千葉の積極タイプです。予選競争も主導権を取りました。マークは2番車同県千葉鈴木博、昨日の特選競争は新山恭平マークから2着に入っています。千葉コンビ4番2番、6番福島佐々木健二がどう出るんでしょうか。6番手に構えています。初日は地元勢の4番手を追走しながらの3着でした。3番青森小橋秀幸がマークして、6番3番はここは東北ラインです。4コーナー余ってのホームストレッチ、青番を通過です。今第3周回に入りました。先頭は7番車町田大河、マーク5番の小川雄介、この両者の裏表が1番人気に押されて2車単 3.5 倍でした。1番郷島沙美3番手を固めます。牧田秀彦4番手から2番鈴木博士、千葉コンビ4番2番、佐々木健二が6番手、小橋秀樹が前を任せて東北ライン6番3番、この2車上昇2センター。第3周回第4コーナー、東北勢が上がります。車間を切った7番町田大河です。町田大河はどうするか、突っ張るのか一旦下げるのか。今赤門を通過、東北勢が抑えて前に出て7番町田大河一旦引きました。今度は千葉コンビが上がります。2コーナーです。4番の牧田秀彦がここは先制攻撃をしていきます。そして向こう上面、早めに7番町田大河が仕掛ける。現在3番手の外で2センターです。4コーナー回りました。千葉勢がペースを上げるが、外から7番町田大河が行きます。さあ外から駆け上がってきた町田大河、持ち前のスピードを生かして、さあ先頭に立った1番郷島さみ切れました。5番の小川雄介2番手です。7番5番千葉勢が叩かれて3番手4番手、鈴木博士は現在4番手、200を切る第3コーナーです。町田大河先頭、5番の小川雄介後ろでガードする、車間を切った。第4コーナー回った。2番鈴木博士がスイングを外に取った、その直線7番町田大河が粘る、町田大河が粘った外に5番の小川雄介。12レース SQ 準決勝、町田大河が粘り切ったように見えました。7番5番そして2番の鈴木博士、リプレイをご覧ください。小川雄介が後ろで援護しながらの直線、鈴木博士が進路を外に取って直線勝負にかけましたが届きません。その審判員は異常なしです。スーパースローをご覧ください。町田大河わずかに逃げ切ったように見えます。決定放送までお待ちください。12レースの模様でした。